やあ皆さんこんにちは、藤くんチャンネルへようこそ。藤くんでございます。よろしくお願いします。はい、ということで今日は久しぶりにモンストの動画を撮っているんですけれども、新コンテンツが来ました。この今見えてますでしょうか、公営の闘技場。公営の闘技場は限られた挑戦回数でクリアを目指す期間限定のイベント。運極を5体以上持っている方が挑戦できる特別なクエストですと。で、シーズンごとに挑戦するものがある、まあ、クエストは変わってくんかな、どん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 。で、一度の開催期間をシーズンと呼ぶと、まあ、モンストにもついにシーズンっていうのが来たみたいですね。で、シーズンの名前に記載されたキャラクターはクエストのボスや報酬のモチーフとして登場する。なんかね、確かスタンプとか確かもらえるよね、確かね。で、各属性一つずつ計5個のクエストを1セットとして1シーズンの中で順々に6セットが登場すると。ん？各属性一つずつ5クエストを1セット、あ、5、6、30で全部で30個あるってことかな。で、クエストの難易度は全部で、5段階あると。相当むずいんかな、どうなんやろ、どんぐらいむずいんやろね、一番星が多いのとかは。で、計10回、1週間で10回しか挑戦できませんと。これちゃんと事前に準備して挑んだ方が良さそうやね。公園闘技場を今日はやっていきたいと思います。ほう、難易度1ってあるね。これをタッチすればできるかな。あ、違うな、どれだ、これか、どこをタッチすればちょっと、あ、これか、あ、そういうことか、これで一個一個あるってことね。あー、オッケーオッケー、わかったわかった。難易度星1。難易度星1やったら割と適当になってもいけそうよね。これちょっと挑んでみようか。なんとかのなんとか曲。一個も読めてない。公園の闘技場の1の1。これからやってみよう。多分いけると思うんだよね。多分星1だからさすがに適当になってもいけるよな。いけると思う。よし、やってみよう。ちょっと、お借りして、フレンドのモンスターを。で、モンスターはとりあえずおすすめのやつでいいんかな。これでやってみよう。よし、挑んでいこう。まあさすがにね、まあでもね、怖いのがね、挑戦できる回数が限られてるっていうのがちょっと怖いよね。うん、負けたらもう挑めないっていうのが怖いから、ちょっとまあ慎重にはやっていきたいんだけど、まあ、ニードルは気をつけないといけないな。え、負けたら挑めないんだよ。まあ星1だから簡単だとは思うんだけど、え、怖いな。まあまあ、ちょっと適当にやるか。星じゃない、ニードルのダメージとか。あ、まあそんなダメージも多いニードルじゃないね。あんだけ雑に打って半分しかやってないから。オッケーオッケー。まあ、ニードルを気をつけながら進んでいけば大丈夫なんかな。ちょっと回復パネルも踏んでいきたいけど、どうしようかな。こんな感じでいいか。オッケーオッケー。うわぁ、これどうしよう。ハートも踏みたいけどな、モンスターの攻撃受けるのやだな。倒そう、ここ突破しちゃおう。ニードル踏んじゃうけど。あ、オッケーオッケーオッケー。まあまあ星1だから簡単だわ。パパッとやっちゃいましょう、これならね。あー、オッケー、まだゾンビいるから、絶対こういうのは大体ね、ゾンビ優先的に倒していけばいいでしょう、多分ね。え、どうしようかな、こうかな。友情コンボ優先的でいいよね、簡単なステージだから。オッケー、これ真ん中で盾感したいな。回復しよう。あ、回復いらねえな、今。回復いらねえな。どうしよう。普通に、ニードルに行かない程度で横感するか。で、友情コンボ発動しよう。オッケーオッケー。アップね。次も友情コンボ狙っていけばいいでしょう。オッケー。よーし。星1はなんか、めちゃくちゃ簡単そうやから、割と適当でいいかもね。友情コンボばっかで。3ゲージあるんか。隙間入りそうやな、ガイドあるから入りたいな。はい、オッケー、いいね。お、ナイス、友情コンボまでいった。オッケーオッケー。これボス倒したら雑魚敵倒すんでもいいんかな。ちょ、ボスだけ倒してみたいな。これでも友情コンボでやっちゃいそうだな。え、どうなんだこれ。あ、全員倒しちゃった。雑魚敵無視していいかいかんかわからんな。ちょっとそこの辺も調べたいけど。どうなんだろう。次誰？あ、お前か。どうしようこれ。横間でちょっと上がりつつ友情コンボ発動って感じにしましょうか。わ、倒せへんかった。マジか。あ、ダメージ少な。
めっちゃ簡単やん。超絶とかでもないな、難易度。普通になんか、あれやな。もう、極みぐらいのレベルやな、これ。究極よりもむずくないやろ、これやったら。あ、ちょっと、次のステージで体力減るの怖いな。オッケー、いい盾か。ニードルでワンチャン全部体力減るのだけは怖いから、それだけ気をつけていけばいいでしょう。よし。あー、下のニードルまで行っちゃうか。やりすぎた。危な。さて、これは右下に入ればいいですね。下手っぴすぎた。下手っぴすぎた。よら。あれ出ない。あ、出た出た。オッケー。星1簡単やな。次のシーズンから多分ね、星5とか、もう5はまだ出えへんかな。6シーズンあるって言ってたから、一番最後の辺のシーズンとかは、やっぱりめちゃくちゃむずいのが来るんかな。第1シーズンやからめっちゃ簡単やな。オッケーオッケー。これやったらなんか、初心者の始めたての人でも、シーズン1は簡単にクリアできそうやな。また次のステージもとりあえずおすすめのモンスター選んどけばいいと思うんだよね。オッケー。さあやっていきましょう。よーし、これは、あ、あれか。攻撃のプニに当たりながらモンスターに攻撃しないとダメージ通らんパターンかな。あ、2体じゃあかんな。3体か4体触れなあかんかも、これ。ダメージウォールとブロックのステージと。アンチブロック、アンチダメージウォールは必須っぽいけどね、これ。あ、やっぱ友情コンボご利用しがちょっと難しくなってるかも。ちゃんと狙うか。どうしようかな。あ、まあでも友情コンボでもいけそうだけどな。オッケー。よしよしよし。うん、流れはずっと一緒やな。これ、どうしよっかな。4つ全部触れれへんよな、これ。どうしよっかな。3体は触れたいけどなぁ。いや、うん、どうしよう。これでどう？あ、全然ダメやなぁ。貫通むずいかもな。これどうや？あ、でもいい、いい、いいよ、いいよ、ナイスナイス。ほら。いいんじゃない？これは、これで当たるかな？こんぐらいか。オッケー。うまい！いいね。今のうまかったね。なんだその技。毒か。毒になっちゃった。これはもう、この体力やったらご了承いけそうやな。横間で1で攻撃力上げつつ、あとはご利用しで。オッケーオッケー。いいねいいね。あ、ボス倒したら、あ、まあ、これでもプニプニやからそういうキャラかもな。どうなんやろな。まだわからへん、ちょっと。プニに当たりつつ、雑魚を処理。オッケー、いいぞいいぞいいぞ。ナイスナイスナイス。いい。いいねいいねいいね。結構当たれた当たれた。さあ次こうかな。オッケー。あとはご利用しやろ。こいつはご利用していけるやろ。ミョルニルの友情コンボめっちゃ強くなったもんな。ほら、オッケー。まあこれやったら無課金キャラでっていうか、まあ降臨キャラだけでもね、いけそうやね。アビリティだけちゃんと合ってるのいけば。ここでになって貫通が必要になってくるんか。そうでもないか。どうだろう。角度を極力つけて、OK。全然 OK じゃなかったかも。どうしようこれ。こいつら友情コンボご利用しできるか。あ、いけるか。
まあ、1フレでいいかもな、コイルカ上げるやつは。ボスになってくると3フレはしときたいかなって感じか。でもな、プリンの体力少なすぎてな、きついよね、当てるの。あんまり、プリンに2フレとかしちゃったら、同じモンスターに。プリン死んじゃうから、プリンには一旦で最大でも1フレにしときたいよね。これで。OK。いいんじゃない？うまいうまいうまい。いいねいいね。OK。面白いな、やっぱ、こういうクエストは。次はどうだろう。あー、これどうだろう。いや、友情コンボ拾えないな、これやっちゃうと。こんぐらい。あー、もうちょい上か。ミスったらもうちょい上だったな。まあ、友情コンボでいいダメージだから。でもこれが無課金ってなると、俺キャラクターに甘えてるよな、これ絶対キャラクターに甘えてるわ。よいしょ、オッケー。ちょ、キャラクターに甘えずに行きたいな。ちゃんと手順を踏んでな。それに慣れとかんとむずいところ来た時に困るから。オッケーオッケー。で、次のミョルニルで、攻撃力アップに触れて、オッケー。よいしょー、いいね、ちょうどちょうど。さあ、必殺技使っていくか、ストライクショット。このハンターハンターのコラボのやつさ、いまだに強いよね。ずっと強いよな、こいつ。いつも見るもん。さあ、これで弱点1回でも通れば大ダメージになるやろ。こんぐらいでいいかな。ほら、強いよ。いや、おかしいって。これ何年前のキャラ？まだ強えな。やばすぎ。こんぐらいか。明日いけれへんか。あ、まあいいわ。オッケーオッケー。ここも簡単やったな。よし、ステージクリア。余裕やな。初心者の人でもいけますよ、これ。絶対。初心者の人っていうか、無課金のキャラでもね。ガチャガチャあんま引いてない人でもいけるんちゃうかな。おらんかかった。あと3つか。あ、でも次クリアしたら、星2になるから、ちょっとむずくなるかもな。毎水重力やって。毎水重力で反射じゃないとあかんっぽい。貫通制限おるみたいよ。ちょ、貫通制限おるかおらんかも見えるようになったのいいよね。アップデートで。あれありがたいわ。どうしようかな。パンドラ好きやからパンドラ入れとこ。よし、行ってみよう。これは？この、俺この床あんま知らへんねん。この床なんや？床踏んだらどうなんの？弱点の位置変わるとかか？どうなるんや？ちょ、とりあえず全員の友情コンボ発動して様子見や。弱点攻撃力アップとかか？そういう感じか。今なんて言ってた？ちょ、文字見えてなかった、ちゃんと。多分弱点攻撃アップやと思うよね。あ、そう、弱点攻撃アップか。オッケー。この床を踏んでから敵の弱点行けばいいんやな。オッケーオッケー。これは超アンチ重力バリアが活躍しそうやな。うわ、入れるかな、これ。うん、入れたわ。あ、ほんで、カッチンっていうか、この貫通制限倒したらっていうか、ダメージ与えたら、ボスともダメージリンクしてる感じか。なるほどね。オッケー。このモンスター何？めっちゃ強いやん。非属性キラーで超アンチ重力バリア。バサラやって。なんかの限定モンスター？俺は、最近覇者の塔しか行ってないから知らへんねんな。うわ、弱点1個も出てないやん。雑魚から倒す感じか。こうか。オッケーオッケー。いいとこ挟まったな。これでパネル踏めるようになったと。これちなみにボス、あ、ボス隠れるやん、こいつ。隠れるんか。カッチンじゃないと倒せへんのかなと思って。
ボスに直接攻撃どんぐらいダメージ入るんやろ。うわ、弱点の位置嫌やな。左に来てほしかったけど。あ、左入ってもった。最悪。狙ってないのに。狙ってない時に限って入るよね、初心者って。俺とかそれめっちゃあるわ。もう右側ちゃんと行ってほしい。あ、減るな。十分減るわ。だから無理にカッチンでダメージ減らすとか狙わんでもいいかもな、これやったら。まあ、バサラ君やからかもしれへんけど、こいつ強いから。さあ、ボス戦。まずはパネルを隠してる敵から倒そう。これ挟まるんかな？これ挟まった。挟まったな。けどボスの方全然ダメージ減ってないわ。さすがに無理やったか。オッケー、じゃあパネル踏んでから、カッチン倒しましょう。あ、いかん、弱点全然通ってない。弱点通らんとさすがにダメージ入らんみたい。パネル踏むより弱点当たることを狙うか。あ、そっちの方がいいな。カッチン倒すときはパネルを踏むこと優先より弱点狙う方優先の方が良さそう。でボスのときは多分パネル優先やろな。これむずいな。これいか、これいかへんな。どうしようかな。上がるか。2分の1でいくやろ。2分1でいくやろ。こんなほら。いたいた。オッケー、友情コンボでもダメージ入るな。よし、はい、すいません、戻ってきました。ごめんなさい、収録途切れてるの全然気づかなくて、全部クリアしちゃってます。なんで、ちょっとごめんなさい、初見じゃなくなったんですけど、もう一回やってきます。で、草のところまで多分取れてるはずなんで、光のところからやっていこうと思います。そうだよな、光がそうや。キリト君とエクリプスで、エクリプスもちゃんと重心化させてから挑めたんで、そこからやってきます。キャラクターはエクリプス、キリト、エクリプスで。やっぱね、こういうなんか特別なステージとかって、エクリプス、キリトがなんかいつも強いよね。なんかこいつらいつも使われるんよね。しかもエクリプスが重心化解して、連撃キラー M っていうのがついてるから、めちゃくちゃ強くなったと思う、こういうのが。超究極とか、まあ超絶爆絶とか、そういう難しいクエストで、エクリプスがマジで強くなってると思うわ、今。なんか友情コンボ強い系のキャラってやっぱり高難易度やったら手順踏まないととか直殴りじゃないとダメージ入らないとかがあるから、やっぱどこのステージでも強いってわけじゃないけど、なんかエクリプスキリトってさ、もうなんかどのステージでも強いよね、こいつらって思うよね。でこのステージはちょっとね、今まで初見やったんやけど、ちょっとやってもらってるから言うんですけど、このビット、左上今ビットが残ってると思うんですけど、このビットにボスがレーザービームをしてくるっていう感じのステージになってました。なんで魔導士を全部ビットに変えればいいのかなと思ってたんですけど、魔導士は魔導士でめちゃめちゃダメージのでかい白爆発してくるんで、ちょくちょくビットに変えてあげないといけないっていうような感じですね。はい、でも早速もうボスまで来ちゃいましたね。どうしようかな、これで、まあボスのダメージを増やすようなギミックとか、自分の攻撃力上げるギミックないんで、まあダメージたくさん取れそうやったら友情コンボとか直殴りで弱点カンカンでいいと思います。これとかはもう壁で横勘でいいんじゃないかな。結構連撃キラー M が強いんよ。強すぎるってエクリプスさん、あなた強くなりすぎよ。で、あとはキリト君で、よいしょ、ナイスマッチ。ボス早いな。いや、星にもね、やっぱりね、そんなむずくなかった。今んとこ簡単そうでしょ。多分ね、まあ俺ちょっとね、キャラクター頼りしてるけど、無課金キャラ3人とかでも全然いけると思う。降臨キャラとかで。だから、シーズン1は本当に始めたばっかの人でもやっていいんじゃないかな。やった方がいいと思う。めっちゃ簡単やからいけると思う。ちなみにモンスターとボスの隙間、これ入れるんですよね。さっき入れたと思うんですけど、そう。割とね、モンスターとボスの隙間があるから、ありがたい。カンカンカンいけるからさ。OK。あ、ユークリ出たな、今。ユークリ出たんならせっかくやから使おう。なんかピヨってんな。なんでピヨった今。
よくわからんけど。オッケー。この子、アムリタって子は何なん？必殺技。弱点は全て出現か。まあまあいいな。強っ。シーズン3から、3じゃない、2ぐらいから星3出てくるかな、やっぱ。お、ゆっくり出た。使おう、せっかくやから。ナイス。シーズンが6まであるって言ってたよな。だから6とかになってくると、シーズンじゃない、セット6か。ってなってくると、そこはもう全部星5とかなんやろな、多分。これバハムート倒した方が良さそう。倒そう。倒した？あ、倒したな。オッケー、ナイス。次が右上のエクリプスか。で、軌道上にいい品から、あ、軌道上入ってたわ、ギリギリ。あのビット壊さんでいいかなと思ってたけど、壊した方が良さそうか。壊すか。あー、でも壊さずに上行くのもありやな。ボスと壁の上入りたい。これでどう？あー、入ったわ。ビットに当たったけど入れたわ。よかったよかった。狙い通りじゃ全然ないけど。で、魔導士が白爆発使ってくるから魔導士倒します。あ、これ右側のやつ倒せんかも。あ、倒した倒した。オッケーオッケー。オッケー。難なくいけました。ちょっとキャラクターパワーも頼ってるんですけど、キャラパーにも。オッケー。で、次が最後やね。挑戦回数10回やから、いけると思うよ。始めたての人でも。次が、この1の5で最後ですね。今回のセットの。前回使ったキャラと同じでいこう。どれ使ったっけ？あれ、味方何にしたかな？忘れた。何にしてたんやろ、俺。よし、これでいきます。いずくくんが好きすぎてさ、もういずくくんは絶対入れたいねん。うわ、さっきいずくくんでさ、めちゃくちゃいいマッチショットもできたんやけど、ちょっとそれ、なくなってんの辛いな。で、これは、プニプニを倒しながら、反射に戻って、反射になって、ザコとザコの間に挟まる。はぁ、さっきは挟めれたのに。ごめんなさい、下手くそで。もう、下手っぴやろ。くそー。この、雑魚敵の数字が0になった時は怖いよね。さっきは水に終わったからさ。あ、オッケーオッケー。入れた入れた。ラッキーラッキー。狙ってないけど。ラッキーや。そう。で、このプニプニは、最大体力減らす攻撃してくるからね。ちゃんと倒さなあかんね。オッケー。ちょっとコーヒーを飲ませてください。うまい。で、これね、雑魚敵とボスの間入れるんですけど、ちょっとこのキャラじゃ厳しそうなんで、プニプニをちゃんと処理します。2体目倒せるかな、上の方も。あ、倒した。ギリギリ。オッケー、ナイス。あ、いいね。友情コンボ発動できた。次のやつはいけそうやな。壁間でガッカカーンってやりたいところではございますが。よし。うわー、バウンドした。イレギュラーバウンドが。入れ版ってやつだな。これは、こうやな。うわ、でもこれ待てよ。こうの方がいいか。こうの方が分かりやすいな。こんぐらいでいけるやろ。うわー、いけてないいけてないダサすぎる。くそ、ギリギリ取らへんかった。また体力が減ってしまう。これはどうしよう。これ入るか、隙間。よし。ナイスナイス。ボス倒したらね、プニプニ消えてくれるから、倒したいな、ここで。いや、確実に行こう。堅実に行こう、これは。よし。いい堅実だ。確実に突破するためにね。まだ即死なんて来ないでしょ？だって。OK、この2ターンでとどめを刺そう。どうしようかな。まあ、友情コンボでいっか。いいね、入れた入れた。ラッキーラッキーラッキー。よし、
今度は、あ、こういう感じ。うわ、これ、いずくくんが始まりなの嫌だな。これ、何もできねえぞ、多分。あ、これ、プニプニ当たるな、これ。ああ、いけたいけた。うまいうまい。ナイスナイス。うん、これはプニプニは倒せるから仕方ない、これは。ここで倒せるけど、2体倒せるかな、これ。あ、いけたな、これ。ナイス。あ、反射なってる、最悪。うわ、反射のこと忘れてたわ。最悪。やばい、体力、ちょっと待って、ガチでやばいぞ、これ。こんなもんか。あ、待って、左のプニも1やった。全然気づかへんかった。やばいやばいやばい。ちょっと待って、やばい。マジでやばい。本格的にやばい。こいつは倒さなあかんな。オッケー、ナイス。あ、オッケー、オッケー、突破できたな。これ体力って回復するんか、ちゃんと。最大体力が今半分やからさ、全体を見てちゃんと回復してくれるのか、突破した時は。よかった。あぶねえ。よしよしよし。これは、貫通なるな。こうで。ナイス。いいよ。やっぱ攻撃力やべえな、いずくくんの。これどうしようかな。これ踏んでる？踏んでるな。これは踏んでるわ。踏んでるから、うわ、これ入れへんな。貫通なるな。これは、安牌の。あ、踏んでなかった、マジか。絶対踏んでると思った、今の。踏んでなかったな。これは右に行って、反射になりつつ、左の壁に入る感じで狙っていきましょう。もうちょい上だったな。もうちょい上だった、今のは。上の隙間を狙う。どうだ。うわ、惜しい。惜しかったね、今。ナイス、いいダメージ。よし、ここはもう突破しちゃいましょう。オッケー。次どんなステージや。これはそうやね、入りたいよな。隙間入りたいな。よし、これでプニを一旦倒して。いやよ、隙間入るよりまずはプニを確実に倒していった方がいいか。倒そう。お、いい隙間入れた。いい隙間。まあまあダメージ入ったな。ナイス。3台しか復活せへんのか。どうしよう、これ。ちょっと微妙よな。これ多分抜けちゃうよね。あんまダメージ取れなさそうやから、ここはプニを倒して、次でダメージを狙っていこう。あ、倒せんかった。まあ、1体ならいいか。これさ、プニとボスの間入れたりせえへん？お、入れた。入れた。オッケーオッケー。まあ、いいダメージ取れましたね。SS 使っとくか。よし。これ確かシールドはもらえるみたいな感じだよな、確か。あ、待って、適当にやりすぎた。危ねえ。よしよしよし。これでかなり体力も温存できるぞ。これは入れるでしょう。ナイス、いいね。さっきストライクショット溜まってなかったけど、めっちゃ溜まってるわ。さっきより下手ってことやな、これ。よし、こいつのストライクショットめちゃくちゃ強いからな。確か、あれやろ、ゴールやろ、こいつ。よし。ナイス。やっぱ号令だよな。モンストといえば号令だよ。これさ、ストライクショット使うよりワンチャン隙間入った方がいいんだけど、僕はイズク軍大好きなんで、ストライクショット使います。かっこいい。強っ！強っ！やっぱ強えな。カンカン、マッチするより全然よかったわ。
いや、やっぱ伊豆くん強いな。こいついつまで経っても使われるだろうな。ずーっと使われる気がするわ。ストライクショット強すぎるもん。オッケー。はい。ということでね。まあこれ、無課金の人でもね、シーズン1のセット1、全然クリアできると思うんでね、もうみんなやっちゃってください。ギミックさえ対応しとけばいけるんじゃないかなと思います。こんな感じで、どのキャラやったら無課金のキャラできるかとか書いてあるし、うん、全然いけるんじゃないかなと思うからさ。はい。ということで今日は、公演の闘技場新しく出たんで、アルセーヌ&イビスシーズンの、セット1っていうのをやらさせてもらいました。次は、セット2が来週かな？多分1週間ごとって確か出てた気がするから、2週間ごとか。2週間ごとやな、このペース見てたら。2週間ごとに出るんで、また、再来週にでも、セット2をやっていきたいなと思います。はい、ということで、最後までご視聴いただいて、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よかったら、お願いいたします。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう！さよなら！他の動画を見てね！